待って、そこ行ったら俺出られないから、待って、やめてくれマジでじわる、あのキノピコ佐々木優、名前めっちゃかっこいいんだけどね。エーコンガーデン1-1。ちょっと最近ね、結構負けまくっちゃってて、レートめっちゃ下がってるから、S帯に戻りそうなんですよね。これは、どんぐり来た！オッケー！どんぐりが僕の元に舞い降りてきましたよ！いいね！このまま、渡っていく！渡っていけない！ブロックから邪魔された！なんでしがみついてんの？いや、かわいいけど、ルイージ。かわいいけど、今はしがみいらないからね。あ、こっちじゃん。やったやった、おし、これはチャンス、チャンス、めっちゃチャンス、これゴールっぽい、めっちゃゴールっぽい、このまま渡っていく、オッケー。 S プラスいたら待ちます。やった、みんな、あ、みんなじゃない一人 S だった。マイファーストコース、初めて投稿したコースかな。さて、今日もみんなでバトルやっていってますよ。よし、よし、オッケー。これは、これは、このカメが怖くないのかい、キノピコ。おお危ない、自滅するとこでした。よし、オッケー。で、これはこのまま渡っていく。はい、はい、はい大丈夫これ。あ、ゴールか。よし、一応ゴールできました。ダンチさんよく当たるんですけど、強いよね。ピオキングっていうやつまたいるとか思われてんのかな。まあそうね、覚えてくれてたらね、ちょっと嬉しいですよね。よし、これはもう一番前取られたから、ここら辺からダッシュしていこう。おーし、オッケー。あこれはこの土管に入っていく。よし、一番取れました。で、ここはジャンプ。よし、カメいそうだよな。お、なんかみんなやられてる。よし、これはチャンス。ゆっくりね、アイテムを取っていきましょう。そしてクリボーとかいるけど、よし、オッケー。このまま右に行く。ジャンプ。これは上に、なんか、あー、やべえ、めっちゃ落ちた。くそ、ちょっとスピード上げるか。ゆっくり行ってたけど、オッケー。よし、ルイージも僕と同じところで引っかかってる。オッケーオッケー、いいね。これちょっと蹴っていこう蹴っていこう。よし、オッケー。で、中間ポイントゲット。で、このままジャンプ。で、こうしゃがみジャンプ。こう結構ね、しゃがみジャンプがね、重要になってくると思う。そうしなければね、上の、あー待って、クリボンに当たる。いや、いい、ここは当たっていいとして、うー、上になんかいそうだな。怖え、めっちゃ怖え。カメがいる、カメいるけど、一応蹴っていきます。で、ここも蹴っていく。下の人たちにね、ちょっとでも邪魔をしてあげますよ。よし、で、これ上、よっしゃ、ここでゴールで会ってくれた。オッケー、ちょっと待ってね。よし、ここで待っておこう。あ、ルイージ僕ここにいますよありがとう。いや、そのありがとうってね、結構ね、待ってる人からしたら嬉しいんですよ。なんか待ってた甲斐があるなって思います。あとの2人も待っておきますか。 JW めっちゃ可愛い、まあ、めっちゃ可愛いけどね、油断はしませんよ。それじゃあこのコースやっていきますか。よし、まず最初に土管に入ろっか。そしてこれは上から行く。なんか出てきそうだな。大丈夫、ない、ちょっと待ってくれ。うお、危ねえ。おーっと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 い、トイトイ怖くないのかい、僕がルイージ。おーし、ここで取っていくと思ったけど、クッソやられた。うおー、とっとっとっと、よーし、待て、よし危ない、ドッサンドッサン邪魔しないでくれ、頼むから早く行かせてくれ。よし、オッケー。これゴールちゃん、絶対ゴールちゃん、待ってくれ。よっしゃ、いつきゲーム3連勝してる。た大変だー。カートの音が聞こえますね。絶対目の前カートあるよ。さて、これは最初にゴールした人の勝ち。これは速攻ゴールのパターンのやつだ。あー、遅っめっちゃ遅っ。ちょっと待て待て、あのトス早くね。よし、このまま渡っていったらきっと勝てると思うんですよね。でもこうした方が早いんだ。くっそー
負けたかなこれは。よし、あ待って、どこやどこ行ってんの俺。ラグ、めっちゃラグ。ちょっと待って、くっ、ラグすぎでしょ。おりゃ、こっからゴールを目指す。いけるのかピオキング、いけるのか。よし、ギリギリキノピコも来れるかな。いや厳しいな、来れるか来れるか。来た、あーよかったねみんな。てかさっき勝ったのもね、いつきゲームさんじゃん。っていうことは4連勝してるってことでしょう。強、あの一番右の人もねよくいるんですよ。目がねめっちゃ輝いてる人ちょくちょく会うんですよね。これ一番さ最初の右の土管に入るパターンかな。でそうっぽいよね。よし、オッケー、2人脱落しました。そしてここはジャンプ、おし、そしてここはネットに気をつけようか。ジャンプジャンプ、そしてジャンプ、おし、オッケー、キノピオが脱落しました。これは結構余裕にいけるんじゃないのかな。大きくなってくれ、なった、オッケー、アイテムゲット。これはどこ、え、マジどここれわかんないんだけど、とりあえずここでいいかな。魂とかやめてねマジで魂はやめてくれ。ジャンプ、よし、オッケー、このまま渡っていく。ゴールあってくれ、これ絶対熱いですよこの勝負。これは取れます、これは取れる、やられなかったら取れる。あー待って、怖い怖い、跳ね返ってくるか、跳ね返ってきた、危ねえよし、ここはゴールだ、きっとめっちゃコイン出てるし。よし、オッケー、さあみんな僕はここでお待ちしております。うおー待って、ビビった、めっちゃビビった。ルイージまさか来るとは思わなかったわにょ、じわる、めっちゃじわる、あの顔。アディティブディフィカリティ、難しいってことかな。ディフィカルトって確か難しいっていう意味ですよね。最初にこの土管を入りたいのは僕、よし、そしてこれはよし、まず抜けていこうか。どんどん難しくなるってことかな。これはジャンプ、うわ待って、キラーが危ない。よし、オッケー、オッケー、キノピオビビったな、キラーに。そしてドアに入る、そして次はよっしゃ、キノコ取れました。よし、これはねもういいんですよ、これ当たっていいんですよ危ないけど。そしてルイージが追いかけてきてる。待って待って、これもう当たった方がいいよね、もう当たった方がいいと思うんですよ。ああ待って、これ積んだ積んだ積んだ、これあ甲羅出てきたね。甲羅を取っていきましょう。投げるんですよルイージそれ投げるんだよ、待って、そこ行ったら俺出られないから、待って、やめてくれやめてもそういうの。これでメットが出てくるでしょうきっと。え、メット出てこないで、もういい、ボランティアします、僕ボランティアしますよ。ほい、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。